こんにちは、サクサク創作パンダです。今日はこのレインコートを折ってみたいと思います。準備するものは15センチ四方の折り紙を1枚ご準備ください。おうち時間や梅雨空が続く日には雨音を BGM に折ってみてくださいね。それでは早速折ってみたいと思います。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。1/3の幅で折り筋をつけます。一度三つ折りにすると良いです。縁を少し折ります。裏返します。縁を折り筋に合わせて折ります。同じように折り筋に合わせて折ります。1/3ぐらいのところで上へ折ります。裏返します。ついている折り筋で折ります。側も同じようについている折り筋で折ります。ずらすように折って袖を作ります。側も同じようにずらすように折ります。斜めに広げるように折って襟を作ります。反対側も同じように斜めに広げるように折って襟を作ります。糸を後ろへ折ります。反対側の角も後ろへ折ります。上の角を後ろに折ります。レインコートの完成です。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いいたしましょう。